でサイトめちゃくちゃアクションかけてくれてるからメイン見てても1人かな誰も見てないんだよねでレイズがの強みとか考えたらこの入ってくる瞬間にグレを返すとかそれだけでも強いから上がんないでもいい見ますかじゃあコーチングしていこうと思いますアルファウズル君レイズ使用してのランクコーチングこののコーチングは多分その 5対5ってよりはソロランク向け。け普段だったらこんなに強気でピックしないけど、声、まありだ。<laughs> え、ちょっと待って、構成終わってない流<れ>目いませんけど。アルファゼルなんかうんちくかたれ,にれるてるけど、お前この構成で俺に送ってくるマジか。よかったよかった、多めになった。多めになったよ,よかったよかったよかった。 パラとかで一気に取りに来ることはなさそうだけど吸い込みとかで吸われるかもなおえらいそうだねまずソロランクで考える時はそのこっちの構成プラス敵の構成そのパラがあるかとかこれマジで大事でスプリットに関してはあのムム、ね、オープンプラントが強すぎてアストラがやっぱ強いんだよね遅延遅延でノリで A 来ちゃ ノリでたでまあレイズは正直どっちも持っても強いアルファーズールのランクはとおそらくプラチナプラ3ぐらいかなメール偉いこのチェックいいねこのチェックいいここのチェックをまず入れることでこのスロープでこれ敵イニシ1の状態でスカイが A 側にいるで B 側の作敵ミッドの作敵使ってないってことは A に使ってるってことだから可能性として高いのが A セット いやこれもう危ないね今のもうここ危ないからね斜め車線やで近いデュエル負けましたまここ勝負するのは悪くないまあ、今んところは別にそんなんやなまあ、ちょっと危ねえなぐらいで情報の取り方も悪くないでこれねレイズのグレってやっぱ強いからエコの時もマネーはないかもしれないけどグレでマジで変わるから。 もったいないね、この投げ方普通に武器で良かったなそうだね、普通に武器でいいね、今のは隠します、スイジさんのことうん、これいい、この動きいいこれ、味方がこの張り付きに入ったからこれで隠すっていうコールで、この青梅の木もめっちゃいいちょっと待ってね、これ見うどうあった <laughs> やばはいはい、はい、もうこのこれ結構ソロランク起こりがちね,ねヒルジョイファーストで落ちて情報わかんないもうこうなったらもうしょうがないからバトルやね基本的に守りの考え方としてこの3対5の状態で普通にサイトにプラントされてとか3対5のリテイクは無理だから入る前にもう削る動きだからこのベントでピックを狙いに行く動きはめっちゃいいでプラントオン でプラントのこれ音的に多分隠れここら辺ここでここで設置ッチかな多分で考えられるのがこの柱の周りかバックそうだねここ設置やねでここ設置ってことはそうもうメインの帰りは切れてるからバックが臭いでこんだけ時間かけて出てこないなら CT 抜けてヘブンボーム出てくるでも CT ヘブンならまあ解除ハーフ通りやすいえぐれ使ってくれた そうだね、これもう設置位置で勝ったこれは正直時間かけてリテックしてもこのせ設置位置なら全然問題ないショットガンはいもうこんなところに入ったら罪なんでショットガンの時はここに入らないでくださいここ行ったらもう絶対負けますでミッド割れて弁当の可能性があるからここのこのナイフはマジで危ないもん 気づいたなうん弁当歩くねみたいなかもしれないそう無理ですこれでもこの位置を取ってるのはマジで偉いチェンバーがいここも,も足音出さないもう危なすぎもう普通に聞こえるから、まあ、これミニマップ見てほ見て欲しいんだけどけ分かってる情報がこれチェンバーだけなんだよほらこれチェンバーだけ全然これ弁当あるからねでレイズがまあミッドにルンバ流してたからまあミッドにレイズもいるかもしれないこれもうタイミングが良かっただけやねたまたま うまいエイムマジでいいなでこのジャンピでチェックマジでえらいこのピークはそもそもそんな強くないからねチラチラ これ見見ええててないけどこれ肩見えてると思う敵視だからもう先打ちされると思うだから抜けチェックするのかスロープで抜けチェックをするのか戦うのかっていうこの中途半端抜けチェックのジャンピした後に勝負しようとしてるしもう勝負するならもう A メインもうちょい前目に上がってもらって目もこっちにしてもらうべきスロープを抑えたいなら。これ俺ミッド 当たたってあげうが良さそうだな今このランクあるあるだからまあ1回目のアクションが本命になりがちだしまあこうやって思い切りエースしるのは悪くない。ああそ 無理ですすす無無理です無理ででそんんな勝てませんこんなその武器じゃでこうやって配置を変えました今2箇所変えてるんだけど A サイトにいてあこれ B のアクション多いなでまずメルボ行ってミッドにピークしてこうやって結果的に B メイン側に行ってんだけどで,で結局 B メインも外して戻ろうとして。 てしてんじゃんこれは味方からしたら結構やりづらいね味方からしたらこれだったらまあ A メイン詰めた方が良かったし政治と賭けで弁当にいるとかメルを貼り付いとくとかショットガン使うならね B メイン貼り付くとかした方が良かったでこのスモークが来た時に考えうるのは敵は弁当を狙っているわけよでなだったら弁当ラインを警戒してくるからアルファズルのこの位置は結構きついなんか勝ったけどこれ今 正解じゃないあ<ー>まあそもそも入らない<ー>そもそも入っちゃダメら俺行きますうん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 そうだねこれチェンバー落ちてるから恨み少ないと思うしこれ全然いいでサイトめちゃくちゃアクションかけてくれてるからメイン見てても一人かな誰も見てないんだよね頭入ってる誰も見てない俺もうこれブラパ入れていい頭入ってるなら俺ブラパ入れるここにい,い,いいねいいよいいよ惜しいいよおしえナイトラ 回ミッド当たるかミッドの当たり方もねその2パターンあってこ,このベントのラインで止めるのかでそれともこの上がってくるところで止めるのか詰めるのかみたいな感じね詰めるなら一緒に上がった方がいいし止めるのか詰めるのかって感じだよねで今回スカイはジャッジだったから上がんのはこれ1人で上がらないといけないまあランクならまあでもこういう詰めも刺さるから美味しいねこれおいしい匂いし、ね、ののてんねでもここまで取ってで時点でもうほぼほぼえええ いいねいいねうんいいねここまで冷めたから情報が取れたまあでも結局これはミッドドリが効いてるってうよりかはじゃんけんに勝ったね敵が A ラッシュとかぶってたからこうやって抜けれただけで敵がもしミッドドリだったらって考えたらちょっとアルファズールは死んでたかもしれん。 ねこれ、チェンバーのオペがあるから、基本的にこのピークはあんま良くない。You want to play let's play の音が聞こえた時点で、オペで覗いてくる可能性あるから。A ってサウンドしますかで、A の壁割ってる。 いやこれ上がり続けるのがさっき刺さったから多分上がったと思うんだけど仮にここで味方が味方視点ね俺ここでレイズが1ピック取られましたってなったら A もあるし B もあるから本当によろしくない本当に勝つと負けるかの勝負してるでレイズがの強みとか考えたらこの入ってくる瞬間にグレを返すとかそれだけでも強いから上がんないでもいいで今回味方のキルジョイのウルトもあるから無理にエリアを取る必要も別にない でハンドガーランドドガラは別にもうジャンプしないでいいよこれでチェンバーの TP がこれ聞こえたのであれば A スロープはチェンバーでもうこの時点で情報全部出たねここセージ、ここレイズここチェンバーでサイドにまあスカイスカイがどっちかチェックして多分ビーサーストラみたいな感じに見えてんのかな聖児メーカー で、ここでグレを使ってしまう場合何もつながんないんだよねグレ投げただけただだから取る時にベントにグレ入れて B ヘヴェンとかにしたい確<か>でまあここで A 詰め1ピック取れましたで、ここ残ったのね何の考えがあったか分かんないけどこれねめちゃくちゃ偉くてここで1ピック取れたってことは敵からしたら A に流れる可能性があるからこれ寄ってる可能性があるのねこう,こうやってでこれ2見えたじゃん2見えました でこれで戻るのも OK いいおりこってことは今これ弁当が入って B ヘブンが1いて1あこれは全然 OK これはトレードを取ってほしいやつ味方にで B サイ1でこれもアストロがうまかったら B 面進めてるうま<ー>いねこのアストロえこっノー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 いらないこんなとこスモークもうこうどこやねで今回チェンバーだからワイヤーもないしだけ <laughs> ス中入るよそう何この木あこれアルファズールが,のが悪いからねでもこれはここに木が欲しいってなったらそあここに木ありませんこっちにもない可能性あるし最初からサイトが狙いたいならもう絶対ヘブン木 でこれなんでいらないかって話をちょっとしとくかで例えばね A メインこれレイズだけだったから入れたけどこれがもしスタックの可能性があったわけよ A スタックだった場合スロープのシフトができなくなるんだよこの自分たちで耐えたいた木のせいで,でこれレイズがいてでこれやりましたでもここで何枚か情報が多かったとかなったらこれスロープこれ無理やり見方が木抜けてるけどリスキーじゃんかなりだからまずこれ A 行く前にはスカイのワンコをもらってくださいワンコでこことここに木 でサイトを取る。ちょ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 待ってちょう怖っ。 怖い今一番怖かったからねここ,もうこ,こマジでこれ噛み合ってただけだからねこれ適して考えてねあらば壊れたヘブン早いってなったら B の人はこっちから寄りますで犬いないからこうやって詰めたんだろうけどこの速さ的にマジでただ噛み合っただけだからせここの正解はここまで取ってこっち側は味方にもう任せるで自分サイトやね結局このゲームここ側のエリアが取れててもサイトが取れないと勝てませんサイトが取れないと勝てないんでサイト行ってください 武器弱い時はなおさらもうみんなで行く70バックケまぁでもデュエリストの魂を感じるかなりランクにいたら嬉しいレースだねこの勢いは。 これ覚えててほしいんだけどこの,この壁入る壁入っ,て入ってた時ここに入ってしまうとマジでカバーが通りにくいから多分アルファーズル視点いい感じで押さえれると思ってるかもしれないけど味方壁で基本損ないものって思った方がいいねこれ絶妙にオープンかこれで CT 割れてる B72CT2CT いやいいこのサイトで 耐える動きがかなりいいんだけどダメこれダメもうこれミニマップ見えてるからこれ壁の位置的に使いが間に合えば絶対に解除阻止できるし別にハーフ上げられてもいいからアルファズールはこうホールドやイで,でこれ入るけどこれ多分スロー来てると思うんだよね 来てるねうん。でこれでワンピック取った時点で,でも自分がスージも投げるでしょこれ B あ B っぽいなでチラッと映ってるけどこれスローが入ってる時点でこれ後続入れないじゃんスローを使い切らせて入りたい理想はねまあ、でもこうやってラッキーキルが取れたわけじゃんこれ B バックキルだから多分入ろうになって入ったんだろうけどこうやって敵にスローが残ってる状態でエントリーする場合はもうここでグレまでやねでここで柱で待つ俺はここで仮に。 この B ヘブン覗いてやられちゃってもトレードが取れませんなんでここで待ちましょうビーーこのぐらいは何のぐらいなんだろう<え>いいジャンピでこれも壁割ってで TP 音聞こえたからーーまあいらないこのぐらいでスロー吐かした1個目あと1個スローそっちいってもそうだね これも、やけくそラッシュだね、これはなんでやねー54えやけくそラッシュ、これもう全然取れたよ、このラウンドもやっやばーなありがとうございました TP も聞こえた時点で俺はもう弁当だったらこれたまあまあまあ何となく分かった見てて AM はでもかなり強いな守り際から振り返るとミッドをしばくっていうよりは止める意識盲中していいレイズ使うのであればあの動きするならジェットでいいもうスプリットもああやって詰めて情報を取りたいのであればジェットでスキルでちゃんと守りたいならレイズでレイズなら詰めないってのが守りの感じかなでレイズの強みはグレーとかで一回敵のセットを止,めれ止めやすい 進行を止めらられるってのが強いい、まあ、いううのがが強強かそ動きにシフトした方が強いで攻めはエリアを取る意識はめちゃくちゃ良かったもうちょい敵が持ってるスキルを考えてエリア取りして味方の後ろ自分が入るところまでしか多分ビジョンがないからそのあとがしんどくなってるスローが残ってる状態でエントリーしたら後続が止まるのを考えてたら多分サイ,サイト耐えの動きができたと思うしもしそのみんなで一気に入ろうだったらミッドでもうちょいアクションをかけてスローを吐かせて B メインラッシュとかが 強かったねであと攻めの時のグレってポジション1個潰せるから以降の時までグレを残しておくのがベストって感じやなこのスプリットの感想は。